いないなバブバブ、いのバブです。ピュー、めちゃくちゃ久しぶりです。この配達もう何ヶ月ぶりかわかんないですけど、久しぶりにやって気持ちいいって感じなんですけど、最後にちゃんと投稿したのいつだろう。アイドルのイベントのやつはちゃんと投稿したうちに入らないと思ってるので、ちゃんとまたこういうね恋愛系で喋る動画めちゃくちゃ久しぶりで、なかなかスムーズにいかなそうなんですけど、かっこいいでしょ相変わらず。冗談冗談、まだアンチが湧いちゃうから。あー、いろいろありました。僕まだ大学4年生なんですけど、卒業に向かっていろいろやんなきゃいけないことがあるんでやってますけど、だから YouTube とか上げられないんですけど、あー就職どうしよう、頑張りますわ。というわけでね、まあ恋愛系 TikToker なんで、また恋愛系上げていこうっていうことで、じゃあ今日の企画はね、女性がリアルに男性にキュンとする瞬間、イエーイ。おう、このインスタのね、ストーリーで募集したんで、まあみんなね、まあ、恋愛系 TikToker のことフォローしてるってことはね、恋愛興味あるんでしょ。ということで、発表していきたいと思います。それでは、行ってみよう。やっぱ俺は田舎好きだわ。センター分けの人が髪の毛かき分けるとき、これはいいね。僕もねセンター分けだったんですよ、ちょっと髪長いときで、なんか髪ちょっとパーってかき上げただけなのに、女の子がえかっこいいみたいな、ファンの子がわーかっこいいみたいな、その仕草めちゃくちゃかっこいいって言ってくれるのでね、よくかき分けてましたわ。そんなこと言うと勘違いイケメンもめっちゃかき分けちゃうんで、まあ、注意してください。いつもふざけてるのに体調悪いとき心配してくれる優しさ、いいなこれ。俺もなんか思うんだけど、高校とか中学って野球部とかサッカー部めっちゃうるさいじゃないですか。でうるさいのに、うるさいやつが休んだらなんかちょっとクラスが静かで寂しくなる現象みたいな、そんな感じでしょ。だからイコールギャップみたいな、人とぶつかりそうになった時クイッて引いてくれる人、こうやって袖ピッて引くのいいんだ。俺は引っ張られるのムカつくタイプだから、なんか引っ張んなよみたいな思うタイプだから、こっちおいでって言葉で言えばわかるわみたいな言うタイプなんで、それはよくわからんけど、いいんじゃない、リードしてほしいみたいな言うもんね。そういうこと、ちょっと強引にみたいな。ワイシャツを腕まくりした時に見える腕の血管と筋肉、まあいいよね。まあこれちゃんと筋肉がある人だったらまあかっこええわ。ガリガリのやつがなんか腕の筋肉なんか血管こうやってさ、めっちゃ絞って絞って絞ってみたいな、いやよくいるインスタグラマーかって。満面の笑み、これ一番好きかもしんないんだよね。だ人間が一番さよく見えるのって笑顔じゃないですか。いやわかんないけどね、ほっこりするんで、だから俺も笑うようにしてます。笑顔下手くそ、さりげなく頭ポンってしてくれる、してくる、いいんじゃない。さりげなく頭ポンはイケメンしかできませんよ、女性経験ある人しか。だってさ、もうあんまかっこよくない人がさポンってやってるの見たことないでしょ。女慣れしてるから頭ポンってする人は、だからそういう部分ではちょっと残念味なのかもしらんね。上目遣い、これ男が上目遣いってこと、ぶりっ子男子ってことでしょ。俺ぶりっ子男子あんまり好きじゃないんだよな。皆さんどうなんだろうね、ぶりっ子男子。もう俺はあんまりだからな、ブリブリしてんでしょ、アイドルみたいな、チグハグみたいな、違うのに戦いじゃん。そういう感じ、こういう化粧無理やわ。無理な人多くない俺。物を落とした時、目をじっと見てくれる時、見てくる時。落としました。どういう状況なのこれ。落とした時、さって拾ってくれるとかくて、落とした時相手の目を見れてるんでしょ、なかなかおもろいよ、それ。笑ってる時に目があった時。これめっちゃいいわ。こうやってさ。あー、それいいね。まあ俺やったらあんまキュンとこないかもしんないけど、笑ってるのに目見合ったら、え？キュンってなるよね。なんでかわかんないけど、これもあるよ、付随して。なんか、顔を最初に向けてくるとか、こうやって、ねえねえ！ん？みたいな、あ、できてるかな？ねえねえ！こうやって見てて、できてるから、ねえねえ！ん？できてなさそう。髪の毛にゴミついたら何も言わずに撮ってくれるとこ。僕のね、友達、地元の友達ね、デリカシーないんで、笛とか吹け出るじゃないですか、出てる時とか。そしたら、お前吹けすごって、吹け取ってあげるって、一言言うんですよ。よりは、何も言わずの方がいいよね。確かにそれは俺も同感。ありがとうな、親友。マッシュの髪の毛さらってするやつ。地雷か。こっち、うん、マッシュで髪の毛あんな。ねえ、かかってないんだから。ねえ、かかってなったら切れ。話し合えた時に、うんって優しい声のトーンで言われるやつ。ねえねえ。ん？さっきのコラボレーションでーす。頭ポンポンからの2個。これは青春漫画読みすぎです。トントン。話しかけずにでしょ？なかなかいないよね。さりげなく重い荷物とか運んでくれるとこ。そういうさりげない優しさマジでいい。気づけるか気づけないかの瀬戸際がめちゃくちゃいいんですよ。こいつあからさまに狙ってんなっていうのは NG ですよね。あくび。もうこれ俺好きだな。好きな人のあくび見てると、あの眠たいんだねーって。授業中に体を伸ばしているとき。いいやん。あ、待って。準備中に先生に当てられて黒板に字を書いたら意外と字が切れたとき。キュンですね。チッキュンチッキュン。しれっとレディーファーストできるとこ。あ、俺ですね。もう何でもエレベーターでもエスカレーターでも女の子前なんで。もちろんですよね。ボディータッチ、チッキュン。ボディータッチいいよね。じゃあボディータッチも感覚わかってれば、めちゃくちゃいいと思いまーす。はい、こんな感じで、ちょっともう疲れちゃったんで終わるんですけど、まあ男性諸君これ見てますか。まあでもね、
青春漫画読みすぎな人多くない？ちょっと、まあ、そんなことないか。でもいいことだよね。頭ポンポン俺やったことないもん。しかも頭ポンポンからの2個とかねえねえとかやんないっすもんね。引っ張らないし。でもみんなのいろんなやつを参考にしてこれからもっとモテたいと思います。というわけでありがとうございました。今日もはい、バイバーイ。見てくれてありがとうございました。